リチャード・ロー安井のベッキナー。はい、第41回ということで、今回は私のベッキナーをお届けしたいと思います。ですね、まあ今日はギターも何も持ってきてないので、もう非常に誰にでも分かりやすいようなお話ができると思いますけども、多分ね、去年ぐらいやったと思うんですけど、もうちょっと前かな、あの僕が身につけてるあのシルバーアクセサリーとかの話をしたことがあったと思うんですけど、まあ、今日はまたそれと似たような感じで、普段自分が身につけてるもので、こだわりのものっていうのをちょっと紹介してみようかなと。ちょっと待ってください。これです。靴ですね。まあスニーカー、僕ね、普段履いてる靴っていうのは基本的にスニーカーばっかりなんですよ。で、ブーツとかも一応まあ持ってはいるんですよ、革靴。持ってるんやけど、普段過ごしてるのは、バンドで過ごしてるのもそうやし、普段過ごしてるのでも、もう基本的にずっとスニーカーなんですよ。で、スニーカーも、この、ね、多分皆さんご存知だと思いますけど、オールスター、コンバースですね。もう、8割から9割、これです。これでこれじゃないですよ。このオールスターの種類で、僕は普段ずっと、過ごしてるんですね。で、これが結構僕のこだわりなんですよ。で、ね、基本っていうわけでもなくなってますけども、今は、これはちょうどローカットですよね。ここまでの。で、ハイカットっていうのがあるんですよ、今回の。くるぶしあたりまでの深さの。で、僕ずっと、まあ、言ってしまう、基本的にはハイカットなんですよ。普段ね、夏でも冬でも。で、まあ、今日はたまたまローカットの方を履いてきてるんですけど、まあ、ローだ、例えばですよ、友達の家に遊びに行く日があったとしましょう。だから、必ず靴脱ぐじゃないですか。お友達のお家上がるわけですから。そういう時は靴脱ぐって分かってるから、ローカット履くんですよ。で、特にそんなんじゃなくて、ただちょっと買い物に行くだけとか、街ちょっと歩くだけみたいな。やったら、もうずっとハイカットで過ごしてるんですね。で、結構これ、ほら、種類が、多分皆様の方がご存知だと思うんですけど、かなり種類が多いんですよ。で、今ちょうど僕がこれ持ってるのはもうかなりオーソドックスな、タイプになってるんですけど、なんかもっと柄がいろんなものだったり、なんか、コラボレーションっていうんですか。だからコンバースとどこどこのみたいなんで、そういう柄がちょっと入ったりとか、あとまあキャラものの、ものとなんかコラボした時はそのキャラがここに描かれてたりとか、なんかほんまにいろいろ種類があると思うんですけど、あんまりややこしいのは僕履かないんですね。で、ここはこだわってるわけじゃないんですけど、買うときはね、日本のショップで買うことはあんまりないです。名前出していいのかな ?ABC マートとか。そういうふうな、普通の靴屋さんで。まあ、物色することはするんですけど、あんまり買わないんですよ。で、僕ね、これは違うんですけど、今僕がちょうど普段履いてる靴も、そのハイカットの方ですよ。と、あとその前に、なんか メインとして履いてたハイカットもそうだったんですけど、ね、限定品を結構狙って買うんですよ。しかも、アメリカのっていう、日本では手に入らないよっていうのを狙って買うのが好きなんですね。これは違いますよ。これは、どこでも売ってますよ。で、なんでそんなことするかっていうと、さっきも言ったように、これ、ありふれてるんですよね。もう誰もが履いてるような靴なんで、やっぱちょっと違うのを履きたいなって思うのがあるんですね。まあカラーもそうだけど。で、その、仕様っていうか、まあ言うたらその柄ですよね。が、本当にその日本ではあんまり手に入らないよっていうのを選んで履いてると、オールスター好きのやつが足元パッと見た時に、何あれっていうふうにこう思わせるのがすごく好きで。どうだってこうね、思えるじゃないですか、オールスター好きとしては。これ日本では手に入らんぞ。まあ、ネット使ったら手に入るけど、みたいな。そう、だから僕らインターネットで買うことが多いんですよ。普段履きというか、まあ、メインにしてるハイカットの、オールスターは。そう。で、こうやって普通のオールスター履いてる時もあるんですけど、わかります?靴紐。こんな結び方、珍しいと思うんですよ。これ結構僕、自慢というか、どうだってこれ思ってるとこなんですけど、結び目ないでしょ?これ。ネットで調べてください。スニーカーの靴の結び方って本当たくさん種類があって。だこういう風になってんだ。靴自体は
ありふれたオールスターだけど、紐でちょっと、おしゃれするとかね。こういうのをするの結構好きだったりするんですよ。でまあまあ、それはまあいいとして。そう。だから、スニーカーをずっと基本的に履いてて、しかもそのスニーカーも、だから僕が持ってるスニーカーはオールスターしか持ってないんですよ。僕が持ってる靴っていうのは、まあ、ブーツもあったり、革靴もあったりとかするんですけど、僕が持ってるスニーカーっていうのは、オールスターだけです。だから僕の家に来ると、オールスターの靴が、今やったら、多分、7種類かな。ハイカットが、1、2、3、4、え？前にすだっけな。で、ローが、1、2、3。多分6種類か7種類ぐらい、今、現時点で。このオールスターのスニーカーが僕の部屋にあります。で、まあ今日出かけるときに何履こうかなみたいな感じで。だから今日もちょうどこの、撮影するからと思って、まあ、普段履いてるオールスターしようと思ったけど、こうやって見せたいから脱がなきゃいけないじゃないですか。そこで紐をこうわざわざほどいていってたら時間がね、あれなんで、もうさっと脱げるローを今日は履いてきました。はい、ちょっと靴履かせてもらいますね。というわけでですね、こだわりのスニーカー、オールスター、コンバースのオールスターで、ずっと。ほんと長いです。多分リチャード・ローより長いです。僕がこのスニーカーを、オールスターをずっと履くようになってからは。うん、と思いますよ。なので、結構気に入ってるのは、なんか、一時ね、なんかコンバースが、いろんな問題がちょっとあったりとかして、ちょっと心配したところはあったんですけど、まあ、ちゃんと、シリーズは続いて、今もまあまあ、結構この、若い方々から、それなりのお年の方々まで、幅広く、ユーザーがいらっしゃるということでですね、まあなくならないだろうと僕は思ってるんですけど、気に入って使ってるので、まあもしね、どっかで僕と会った時に足元パッと見て、今日はどんなオールスター履いてんねやろみたいな感じで、見てもらったら、だからライブしてる時もなんかずっと僕オールスターですよ。昔はね、多分ブーツでやってた時とかもあったと思いますけど、うん、もう基本的に今はもう何するにしても基本スニーカー履いてる時はもうずっとオールスターですということで、まあね、皆さんも多分いろんなこだわり持ってはると思うんですけど、何かね、一つでも、まあこうやって簡単に靴でもいいですし、シャツとかでも、なんか自分のお気に入りの、こう、メーカーっていうのを一つ持っておくといいよっていう話を僕も一回友達から、だいぶ若い頃にですけど、言われたことがあって、そうやって、やっぱ自分の身につけるもので、なんかこう、こだわりのメーカーというか、種類は一つこう決めておく方がいいかなと思い、僕も、もう今、この年になって、そういうふうに思いますんで、よければ。で、もしね、皆さん、オールスター履いてる方がいらっしゃるなら、またなんかお話ししましょう。どんなオールスター履いてんのみたいな感じでね。はい。ということで、今回は、ギターの安井がお届けしました。ということで、また次回お会いいたしましょう。